イギリス鉄道139系機動車は、パリーピープルムーバーズ製の軽量機動車 PPM60 に与えられたトップス形式である。この車両は、フライホイールを用いたハイブリッド機動車であり、イギリス、イングランド中部、ウェストミッドランズのストアブリッジにある、ストアブリッジタウン支線で使用されている。試作車である999型での試験の後に、 139型としての初の新造車は2008年6月28日にタイズリー工場の公開イベントの一環として公開され2009年6月にはストアブリッジタウン支線で2両が営業運転を開始したパリーピープルムーバー共通の構造としてフライホイールによるエネルギーの貯蔵が用いられており減速時に蓄えた運動エネルギーをそのまま加速に用いることで エンジンの小型化を実現している。139型には LPG を燃料としたエンジンが搭載されており、フライホイールの軌道や加速に用いられる。なお、フライホイールと輪軸は制圧式無断変速機で繋がれており、電気への変換は補え機類の稼働のためを除けば行われない。ストアブリッジタウン駅に侵入する999、k 9 9 9九九百 ストアブリッジジャンクション駅に侵入する 139K139002 タイズリー工場公開イベントにて 139K139001 軽量機動車のストアブリッジタウン支線での使用は2006年に開始された試験運用に遡る。この試験運用は2002年に製造された PPM50 を持ち1年間にわたって日曜日に行われた。 この試験運用の成功により、ウェストミッドランズフランチャイズの時期計画に、軽量機動車の定期運用が組み込まれ、事業者がロンドンミッドランドに決定するとポーターブルークからのリース契約という形で2両の PPM60 が発注された。実際の運行については、プレメトロオペレーションズが担っている。製造された2両の PPM60 は139。 型というトップス形式が与えられ、それぞれ139.001、139.002と不番された。また、客貸者不板システムの中では39.001及び39.002という番号が与えられている。これらは試験運行を行った999型と共通の機構を持つが、車体長が約1メートル長い。 当初の計画では2008年に運行を開始することになっていたが、2009年1月には139.001はチェイスウォーター鉄道にて試験を行っており、139.002は製造途中であることが明らかになった。1 3 9系2両の認証には困難が伴ったが、ロンドンミッドランドは導入が可能であるという見方を変えなかった。 2009年3月には139.001がネットワークレールによる旅客営業運転の認証を受けたことが発表され、ロンドンミッドランドは同年4月から週末同年5月のダイヤ改正からは全日の運行を開始することを明らかにした。139K の導入により2006年から日曜日の列車に使用されていた999。 型と平日の運行を担っていた153型が置き換えられた。2009年12月までに累計20万人の乗客が139型を用いて輸送された。2010年にはオープンアクセスオペレーターとしての列車運行参入を目指していた5個により999系の形式をパリーカー12号に戻した上でハンプシャーにある 保存鉄道のミッドハンツ鉄道での試験運行が行われた。区間は、アルトン、メドステッドフォー、マークスの一駅間、ラッシュ時のみの運行で、アルトンで、サウスウェストトレインズが運行する朝は、ロンドン行夕方は、ロンドン発の列車に接続するダイヤが組まれていた。しかし、試験運行中の車両の不具合により、本格的な実施は見送られた。その後、 999-900は、ライトウェイトコミュニティトランスポートによって購入され、改造を受けた上で139-000と、開盤された。パリーピープルムーバーズは、ロンドンミッドランズによる139系のストアブリッジタウン支線での使用を、同様に短く孤立していて、列車本数が削減されている路線への同系車両の導入の機会と捉えている。同社は、 PPM60 の派生型の PPM220 でペニスト温泉向けのトラムトレインの入札に参加する方針を示していた。これは3車体2台車型のもので、定員は220人、最高速度は鉄道上で60マイルパワー、軌道上で50マイルパワーであった。しかし、同線でのトラムトレイン運行計画は入札前の2009年に中止が確定し、 代わりに貨物船を活用した電車でのトラムトレイン運行計画が策定された。なお、この計画はホスロ製の399系電車を用い、2018年に開業している。999-900から改造された139-000はデモンストレーターとしての使用が計画されており、2012年時点で、はじめにスタッフ,フォードシャーのチェースウォーター鉄道、 次にレスターシャーのグレートセントラル鉄道、そして最終的には、チェシャーのエルスメアポートをオリントン線エルスメアポート、ヘルスビーンでの試験が予定されていた。ライトウェイとコミュニティトランスポートの協力のもと、パリーピープルムーバーズは、より強力なエンジンを搭載して、定員を増やした4軸のボギー車の開発を進めており、これを2軸の139、0型に対して139、 一型と名付け、期間商品とする計画である。ストアブリッジ支線での成功は、他の列車運行会社の関心を集めつつあり、パリーピープルムーバーズは2012年に、事前審査を通過して、フランチャイズの入札に参加した、列車運行会社の少なくとも一社が139系の導入を、契約案に含んでいったとしている。ありがとうございます。